フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。手の骨をポキポキと鳴らすと指が太くなるなんてことを聞いたことがありませんか？私たちが関節を鳴らすとき一体何が起きているのでしょうか？今日はそんな手の骨をポキポキ鳴らすときに何が起こっているのかを解き明かしていきましょう。指の関節からポキポキと音が出るのは昔から謎の一つでした。実際にこの謎を探ろうとジェローム・フライヤーは手を MRI で写し、そこで手を鳴らしてみることにしました。するとポキッとなる瞬間に関節が離れていることが分かったのです。さらに調べると関節が離れた瞬間に関節と関節の間にある滑液という潤滑油に似た物質がガスを生成していることも分かりました。そしてそのガスの塊が破裂してあのポキッという独特の音が出ていたのです。つまり空気の塊を潰すプチプチと同じような原理ですね。なんだか少しだけスカッとするような気がしていましたが、あれは空気の塊を潰していたからだったのです。ちなみに手をポキポキと鳴らした後は滑液がなくなるので連続してポキポキと鳴らすことができません。ただし滑液はおよそ20分ほどで回復するので心配せずにまたポキポキできます。では指の関節を鳴らすこと自体は安全なのでしょうか？研究者であるドナルド・アンガーは関節を鳴らすことで害があるのかを60年かけて調べたそうです。研究内容は左手の指関節を60年間毎日鳴らし続け、右の指関節は何があっても鳴らさないというそっとおいしそうなほどシンプルなものでした。結果は未だどちらの手にも関節炎などの症状は出ていません。2015年のカウチャック教授の研究でも頻繁に拳を鳴らすことによる長期的な悪影響は認められないと結論付けています。ということで指を鳴らすことで指が太くなるというのは迷信だということです。まあでもあまりお行儀がいい行為ではないので、指の骨を鳴らすのは拳で分からせる時くらいにした方がいいかもしれませんね。今日の授業は終わり。また来てね。